ジョン・ピウス・ボーランドはアイルランド・ダブリン出身の男子テニス選手。1896年にキリシャ・アテネで実施された第一回近代オリンピックのテニス競技で男子シングルス、男子ダブルスともに最初の金メダルを獲得した選手である。彼はその後アイルランド国民党の政治家として活動した。百九十六年四月六日から十五日にかけてピエールド、 クーベルタン断尺の提唱により、第1回近代オリンピックが発祥地のギリシャアテネで開催された。最初は9種目から始まり、テニスはその一つに含まれていた。1896年アテネ五輪では、選手たちは個人名義で出場した。そのため、テニスのダブルスなどでは、異なる国の選手による混合チームも存在した。ボーランドは、 連合王国時代のアイルランド出身であるが、オリンピックの連合王国代表選手として登録されている。最初のテニス競技は試合がテントの中で行われ、男子シングルスには総計15名の選手がエントリーした。男子ダブルスは6組の選手が出場し、そのうち2組が混合チームであった。オリンピックに出場した時、ボーランドはオックスフォード大学の学生で、 とりわけ、ギリシア神話の学習に深い関心を持っていた。1896年アテネオリンピックの開催を知ったとき、ーランドは最初は選手として出場するためではなく、観戦のためにアテネへ旅行した。オリンピック組織委員会の秘書であったスラシブロス、マナオスの推薦により、ポーランドは最初のテニス競技に出場したが、このときは、 かかとのついた革底の靴を履いていたという。最初の男子シングルスで、ボーランドは、ディオニシオス・カスダリスを6から3、6から1で破って優勝した。男子ダブルスでは、ボーランドは、ドイツのフリードリヒトラウンと混合チームを組み、決勝で、ギリシャペアのディオニシオス・カスダリスディミトリオス、ペトロコキのスグミに5から7、6から4、6から1の逆転勝利を収めた。こうして、 ジョンピウス・ボーランドはオリンピックのテニス競技で最初の金メダルを獲得した。最初のテニス競技結果は男子シングルスダブルスともに決勝戦しかスコアが残存していない。オリンピックの後、ボーランドはアイルランド国民党の政治家になり、1900年から1918年まで18年間、連合王国議会会議員を務めた。 その後アイルランド国立大学の創設者の一員になり、アイルランドの独立運動にも大きく貢献した。アイルランドがオリンピックに独立国家として参加できるようになったのは1924年パリオリンピック以後である。その後もボーランドはアイルランドの国民的内人として尊敬を集め、当地の祝祭日であるイパトリックの祝日の日。 1958年3月17日にイギリスロンドンで87年の生涯を閉じた。ありがとうございます。